さあ皆さん、長文読から授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん大切なのは、皆さん言い換えを探すことですからね。長文読解では言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますと、ヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、成蹊大学の長文行ってみたいと思います。本日の全体像ですが、皆さん段落は6つ。そして設問形式がですね、こういう感じになっております。で、3パターンですね。内容一致問題、空所補充。そして、下線部説明ということです。で、9問ありますが、全部いけるかと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、第1段落でございます。皆さん、これを一読していただいた後、皆さん、この問いの1番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、設問のシーンですね、フェイマスという表現が入っておりますので、それが皆さん、第1段落の一番最後、これですよね。で、じゃあ皆さん、それの原因は何ですかと言われたら、おそらく最初のヒントはこの出だしのザ・イメージということで、皆さん映像ですよね。ですからこの The Images、映像が一体何なのかを遡っていただけるといけますね。で、皆さんこの映像でどこを指してますかと言われたら、皆さん普通に考えたら多分この直前でいいかと思います。一連のフォトグラフですかね。ですから、皆さん写真の話が書かれておりますので、皆さん人に対して書かれてある選択肢の B と C はちょっと残念ですね。で、皆さん、この映像を含んでる表現ですね。この文章をちょっと読んでみますと、1880年代になって初めてですね、この写真家である、この人ですね。この人が、これですかね、一連の写真を使ってですね、ディベート、その議論、この手前の1行目とか2行目にあるその議論をセトル。解決したんですよね。それが原因となってフェイマスになったわけですから、選択肢いけそうですね。ですから正解は A ですよね。皆さんその馬に関しての質問に答えを出したんですよね。ですから、この質問、疑問ですよね。それに対して、セトル、解決したというところでございます。ですから、質問に答えたというところで合致いたしますので、A が正解と。で、もちろん選択肢の D の方は、これは皆さん議論がうまかったという話ですが、そのうまい下手の話は書いてませんからね。ですから、やっぱり選択肢の A が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん根拠としたところに下線部引っ張っておりますが、もちろんこれですよね。否定語から右側をヒントにいたしました。もちろん文末ということでも情報コードバッチリです。で、皆さん問いの9番にですね、こういう設問がございます。で、皆さん第1段落読んだ段階でこの選択肢の A が考えることができるかと思いますので、ちょっとよろしくお願いいたします。で、皆さんもちろん、×ですよね。皆さん、プルーブ、証明したと書いておりますが、皆さん、この第一段落では別に証明のところまでは書いていないので、×ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第2段落でございます。空欄1番と2番ですね。これが、設問絡んでおりますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、まず空欄1番ですが、皆さん直前のこの下線部引っ張ったところですね。皆さん、アクワイアードサバンということで、これが一体何なのかよくわかりませんが、皆さん、右側説明書いております。とにかく素晴らしい才能を持ってる人のことなんですね。で、そういう肯定的な話をしておきながら、バッドということですので、反対になるはずですよね。ですから、肯定と反対と言われたら、あれが正解ですね。もしくは、ここでもいいと思います。特にベリードディープですね。深く埋め込まれております。埋められているわけですよね。ということは、まずは wasn't ですよね。これ皆さん選んでいただきますと、気づいておりませんということですね。否定でございます。ですから、buried deep と言ってることが同じでございますので、これですね、C でに絞れるかと思います。で、皆さん続いて空欄2番でございますが、皆さんこの右側見ていただきますと、多分レイターのあたりでいけそうですよね。後にということは時間的変化を起こしておりますので、否定されていたものが後にと言われたら、もちろん正解は肯定の did ですよね。ですから皆さん C が正解ということでよろしいかと思います。もちろんヒントはですね、この文末でもいいかと思います。アンロックですから、鍵を開けたんですよね。ですから、その技術を知るようになったわけですから、そのあたりから考えていただいてもよろしいかと思います。で、皆さんヒントにしたところは、例えばこれであれば B 動詞の右側ですよね。で、この二重傍線は、ラーン一般動詞の右側。そしてこれは B 動詞の右側ですよね。で、最後もハド一般動詞の右側ということです。もちろん文末と考えていただいても情報構造バッチリです。さあ皆さん次で第3段落でございます。この問いの3番考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、設問の指示にですね、ヘッドインジャリーの話が書いておりますので、皆さん、これが、この第3段落前半ですよね、しっかり書いておりますので、ですからヒントにするのは、この下線部を引っ張った部分かと思います。で、皆さん正解は D ですよね。もう下線部引っ張ってそのまんまという感じがいたしますが、皆さん突然才能がインプルーブ改善したんですよね。才能が開花した話でございます。それが皆さんこのあたりバッチリですよね。特に突然ディベロップとアビリティーズということで能力が開花した。としっかり書いておりますので、やっぱり D が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんダメそうなところちょっと×をしてみましたが、A であれば、さらに賢くなった。書いてるか。B だったら、メモリー、記憶の話があるか。C、スキル、技術の話があるか。書いてないですよね。だから書いてあるのは、能力が突然開花した話でございますので、やっぱり D が正解ということでよろしいかと思います。で、根拠としたところですが、もちろんこれですよね。B 動詞の右側ということで、バッチリです。さあ皆さん、問いの9番に飛びましたが、皆さん B がですね、当たってるか間違ってるか考えていただけるとよろしいかと思います。で、もちろん、×ですよね。皆さん、天気を覚える能力を失いましたと書いてありますが、確かに天気の話はここに書いてますが、失ったわけではないですよね。で、皆さん、続いて C もですね、いけるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。もちろん C も×ということでよろしいかと思います。皆さん、サージャリーの話はさすがに書いていないですからね。さあ皆さん、続いて第4段落でございます。皆さん、注釈が2つついておりましてですね、症候群と対抗性のということでございます。皆さん、これを踏まえて問いの4番考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、これは選択肢の D ですよね。None of the above ということで、皆さん、この上の A、B、C、どれも違いますよというところでよろしいかと思います。で、ダメそうなところにちょっと×を書いてみましたので、皆さん参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、問いの9番なんですが、ちょっと D を飛ばしてですね、E を先に考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、第4段落の内容と合ってるか間違ってるか、よろしくお願いいたします。でもちろん E は正解でいいですよね。参加全部引っ張ったところをちょっと見ていただきたいんですが、someone gets brain damage ですね。脳の損傷を受けた時に脳がどのように働くのか、動くのかを説明できますよということですが、皆さん本文中この下線部引っ張ったところですね。この発言のところがやはりヒントかと思いますが、there is an injury があって、で、リワイアリングがあって、で、リリースオブポテンシャル、というところで、皆さんしっかり説明ができておりますので、選択肢の E が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんもちろんヒントとしたところですが、例えばこのあたりですね。B 動詞の右側。そして、これもそうですね。B 動詞の右側。皆さん、ゼリス構文続いてますが、B 動詞の右側ですよね。で、皆さん、もちろん文末ということでも、情報構造バッチリです。で、皆さん、続いて第5段落でございます。下線部3番の問題がこれでございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、我々ができるのかということなんですが、皆さん、その右側見ていただきますとですね、capable ということで、皆さん、できると言ってますよね。ですから、選択肢 A か B かになるかと思います。で、皆さん、正解は B ですよね。このデバイス、装置を使えばとしっかり書いておりますが、その装置の話は、ここですよね、こういうふうに呼ばれているその装置のおかげでということですので、選択肢の B が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんヒントにしたところですが、これですよね。B 動詞の右側。そして皆さん前置詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ、皆さん続いて下線部4番でございますが、皆さんこの問いの6番ですね。よろしくお願いいたします。で、皆さん正解は C ですよね。サバンライクスキルズということです。で、皆さんおそらくこういうふうに思考プロセス辿ったんじゃないかって感じがするんですが、皆さん下線部4番の右側に4ショートピリオドですね。短期間という話がありまして。で、皆さんその手前に皆さんこれやっぱ短期間あるんですよね。ですからこの波線と波線が対応するということは、この下線部4番とここですよね。の対応ではなかろうかというところで、皆さんこっから C に持ってこれたと思います。で、皆さんもちろんヒントはこれですよね。B 動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ、皆さん続いてこの下線部5番でございますが、この問いの7番ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、話の流れとしては、皆さん、まず絵を描いてくれと言われてですね。で、皆さん、何回か繰り返してるんですよね。もちろん、徐々には上手くなってってるんでしょうけども、皆さん、最初の猫ちゃんはですね、アンコンビンシングですから、説得力がなかったわけですね。だから、いまいちだったわけです。ですが、下線部5番のところで、皆さん、コンビンシングと書いてますよね。ですので、皆さん、絵が上手くなって、てる様子が伺えますし、表情もしっかり描けているという話でございますので、それで皆さん選択肢選んでいただけるとよろしいかと思います。ですから正解は D ですよね。この実験は結果を生みましたということですね。ですからうまくいったわけですからよろしいかと思います。で、もちろん選択肢の A だったら、皆さんこの著者天才になったと思います。天才にはなってないですね。で、選択肢 B、衝動パルスですね。脈拍に反応しなかった話は全くないですし、そして、イリュージョン、幻想ですよね。幻想の話も全くございませんので、D が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんヒントにしたこの三角括弧のところではございますが、皆さん見ての通り、B 動詞の右側ですよね。情報構造バッチリです。さあ、皆さん、問いの9番でございます。選択肢、今度は F がですね、当たっているかどうかを考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんもちろん F は×ですよね。皆さん、パルシーズがレッスンドということです。皆さんもちろんパルスの話は書いてあるんですが、レッスンの話は書いていませんからね。なので F は×ということでよろしいかと思います。で、皆さん最終段落でございます。皆さん空欄6番ですね。この問いの8番絡んでおりますのでよろしくお願いいたします。で、皆さん選択肢の中にですね、関係代名詞と関係副詞が含まれておりますので、そういう時皆さん完全か不完全かを考えるということでよろしかったかと思います。ですので皆さん空欄6番の右側を確認していただけると、people 主語。で、carry around 持ち歩く、持ち運ぶわけですから、何をっていうことで他動詞。で、皆さんその後ろにちゃんと目的語がいるんですよね。ですから皆さんこれで SVO ですので文型が完結している。完全ということですよね。ですから皆さん完全になった場合は、関係副詞を選んでいただけるとよろしいかと思います。ですから正解は D ですよね。フェアで一発です。さあ皆さん、問いの9番でございます。皆さん D ですね。これが皆さん第6段落と合ってるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。もちろん、×ですよね。で、皆さん、チェンジーズの話がございますので、皆さん、ここと多分対応させていただいたかと思いますが、皆さん、この辺読んでいただけるとですね、この×にしたところ、サバン症候群を抱えた人たちの脳の話はどこにもないですからね。ですので、選択肢の D は×ということでよろしいかと思います。で、皆さん、問いの9番はですね、2つ正解を選ぶという指示でございましたので、皆さん、E は先ほど出ましたが、残っていた G も自動的に正解ということになってきます。で、皆さん、根拠はどこですかと言われたら、皆さん、段落のこの一番最後ですよね。この下線部引っ張ったところでございますが、皆さん、永遠にブリリアントということで、賢くなるという選択をしても別にいいんですが、The Cost of Some Barbarability ですね。で、皆さん訳していただけると、言葉の能力を犠牲にするんですよね。ですから、それを皆さん言い換えたのが選択肢の G ですよね。特に皆さん、この最後でいいかと思いますが、Their Speaking Skills May Decline ということで、その喋る技術ですね。それの能力が Decline、減少するということでございますので、皆さん、犠牲にする話と繋がってきます。で、皆さん、ヒントはこのあたりでよろしいかと思います。助動詞の右側がヒントと考えていただいてもいいし、もしくは文末ですよね。そういったところで皆さん情報構造バッチリです。さあ皆さんお疲れ様でございました。皆さん、成蹊大学の問題すべて扱いましたが、レベル的にはですね、そんなにもうとっても難しいという問題は一題もなかったんじゃないかなという感じがいたします。で、標準レベルと書きましたが、そうは言ってもですね、やっぱり、ある程度上の大学、G マーチですね、学進とか明治とか、やちょっと難しいんじゃないかと思えるようなところで練習をしてると、試験当日、成蹊大学には余裕を持ってですね、対応できるかと思いますので、この成蹊の過去問プラス、このあたりですかね、足していただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。